第1回口内炎にしみる食いもん大会。どうぞ、ハルト。のせと。もちです。口内炎もちです。ちょっと見せてあげてください。でかいんだよね。いつもより。でかい。で、はい、5日間ぐらいこの口内炎にね、苦しめられてるわけですよ。はい。で、まあ食事をしなきゃいけないと。そうなんだ。痛いのね、もう。考えついちゃったんですよ。口内炎に一番しみるもん決めたいなって。これはでも需要はどこにある？いや、まあそれを避けましょうってことだね。なるほどね。で、今回2人に、まあ、協力して3点の食べ物を買ってきてもらいまして、はい、俺がそれをね食べてどれがしみるかっていうのを判断していこうっていうね動画です。はい、どういう感じで買ってきましたか？もう3個1軍なのか、いや順番っすね、まあ、順番段階的に、あレベル上げた感じで、はい、了解です。というわけで今回は口内炎に一番しみる食い物を決めていこうと思います。やっていきましょう。はい、そしたらまず、はい、まあ、レベル1からはい行きましょうか。いや、やだな普通に。いや、まあレベル1は正直想像できる。じゃあまずレベル1、はい、こちらパイナップルです。まあまあまあザ王道って感じだよね。そう、しかもねこのねタイプね、このタイプね最悪。レベル1でこれか。そう、あらかじめ皆さんにどれぐらいこいつが凶悪なのかっていうのを示しとくと、うん、水が染みます。いや水染みるのはもうパイナップルはもう地獄よ。 G の極。まあやっぱりちゃんと検証したいんで、ちょっととかじゃなくて、うん、まあ目いっぱい。いや本当にやだ。やばすぎる。目いっぱいだよね。うわ、目いっぱいでちょっとお願いします。うわガチでやだ。避けて食っちゃダメダメ、本能的に避けちゃうのよ。あーだここにあるとしたらここで食べるみたいな、ね、そう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 。でもそれでもそれは乗り越えてこいつが来ればいい話だから、うん、そこはいいでしょ。まあでも、まあまあ、口いっぱいに入れてもらえば、オッケーオッケー。あー、いただきます。はい、ちょっと待ってね。うわっ、うわっ、うわっ、あーあーあーいやー痛い。絶対に痛いんだよな、この水分量。絶対に。あー食っちゃっていうね、水分量ね。あー痛い。フリーズした。なげーなげー。大丈夫っすか？うん。つらこの企画。レベル何ぐらいこれ？さっき水が染みるっつってたから、うん、水が1だとしたらマックス100でどれぐらい？水飲むだけだから言ったら、うんうん、で比べてまあ70ぐらい。おお結構高いね。最悪避けれるから。まあまあまあそうだね。そう、まあ、その唾液に乗ってパイナップルの液体が口内炎に来るだけで、確かに確かに、それ以外はまあ問題ないというか。確かに確かに。あーつら。じゃあレベル2、うん、こちら氷です。うーわ。でこちらを、うん、口いっぱいですね、うん、もうで、まあこれの要因としては、うん、まあ、冷たいっていうのと、うん、シンプルがやっぱ氷って硬いじゃないですか、うん、口内炎のダイレクトアタック。そうね。どっちのアイディア？僕です。おいお前絶対に口内炎できたら教えろよ。パーティーアイスグラスじゃねえよ。口目いっぱいで。マジで勇気いる。いただきます。はい、持っていこう。いやーきつ。うわー、いやーきつ。結構いった。あきつ。出てる出てる。きついきつい。出てる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 。え、それは口内炎？ちゃんと。もうでもやっぱなくなるとね、まあまあまあ、足になるよね。でもまあ水も痛いからね結局。確かにね。おお疲れ様です。つらっ。いやでも、うん、パイナップルは70のダメージがずっと
っとあるみたいな感じなの。はいはいはい、残るんだ。氷はその最初含んだ時に、うん、ダイレクトアタック物理で攻撃してくるだけでその後は水だから、まあ、まあまあなのよ。あこういうタイプだ。なるほど、ね、なるほどなるほど、こういう一撃必殺サイト、そうドドンパみたいな感じわかりやすいだからでも点数としては、はい、50点あーまあ氷の方がまだマシ、まだマシだね、うん、なるほど、うん、最後いきますか。はい、ちょっと大きめなんで、うん、大きめ、まあ、ちょっと目つぶっててもらったもん、目つぶってもらって、敵じゃん絶対に、口内炎のアンチ口内炎、うわなんか音やば、じゃ目を開けください。はい、スダコです。うわーうざっうっざ、あの巣にびちゃびちゃにどっぷりに詰まっ使ってるね。タコです。もうブチ切れそうでけえし見たことないよ須田子さんだろうとかでいいね。うーわこんな入ってんの。うわマジこれ汁やばいな。まあ、汁も汁もちょっといってほしいよね。汁飲むのが一番きついんだってキューってなるやつ。あーちょっと先に食ってもらって。まあいいっすよ、僕は口内炎ないんで。そうだね。でかっとでっかっ。おお、わかりやすい。いただきます。うわ、いくな。いやー、痛そう。音痛っ。これ痛そう、これこのさ、このグチュグチュしなきゃいけないの嫌なんだけど。これきつい。うまい。あーうまいよな、そうだよな。まあ、てっけんつらい。いただきます。はい、怖い。痛いのか今。あああ出てるいや、噛んだ方が楽、絶対ここまで行ったら噛んだ方が楽。あーやばいやばいやばい、噛んだ方が楽だって。あーどうしてもう一回食うよりは噛んだ方が楽だって。いや、汁がジョボジョボ出てるのが見えるよ。タコからね、汁が滴り落ちてる。もうよだれも出てるんだよ。これよだれか。ビヨーンっていうのはよだれか。めちゃにうわ、来たね。タコに泡みたいについてるよ。おお。すごいビヨン。食っちゃえば平気。そう、食っちゃえば平気なんだよ。食うまでの道のりやばい。きついな。くっさ。本当に臭いのよ。いただきます。あー無理だ。あー。見てられん。見てられんよ。悲しい顔すんの。涙が。